皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、 USB で使える激安の電源モジュールについてご紹介していきたいと思います。電気工作をしていると特定の電圧の電源が欲しいっていう時が結構あるんですね。比較的よくあるのが 9V だったり 12V だったり、この2つの電圧は結構よく出てきますね。もちろん 9V だったり 12V だったり、そういった電源は市販はされています。例えばよくあるのがこういった AC アダプターですね。使いたい機器にこういった AC アダプターって普通は付属しています。ただ中古だとこれが付いていないこともあるでしょうし、これが壊れてしまうこともあります。またそもそも自作の場合はこういった電源はありませんので、自作する必要があるわけですね。そういう場合に市販品のものを買うよりも、今回ご紹介するこちらのモジュールを使った方が圧倒的に安く作れる場合が多いんですね。こちらのモジュール Amazon で買うと1個100円しないんですよね。まあいつもながら激安ですね。コスパ的に市販品の電源じゃ到底太刀打ちできないと思います。またこちらのモジュールは USB 電源の 5V を変圧して好きな電圧にすることができます。 USB 電源って今めちゃくちゃ普及していますので、USB 電源を持っていない人はほとんどいないと思いますね。例えばこのような携帯電話用の USB 充電器でもいいわけです。 USB 充電器を流用できるというところが最大のメリットの一つですね。今回はこちらのモジュールの実際の使い方、また注意すべきポイント、具体的にどのような用途に使えるのかについてもご紹介していきたいと思います。今回の通称 MT3608 モジュールを拡大したものがこちらですね。左側の Vin プラスと Vin マイナスは入力側ですね。この上の部分と下の部分に電源をハンダ付けしてもいいですし、マイクロ USB コネクターが付いていますので、ここに市販品の USB ケーブルを挿すだけでもいいので、大変便利に使うことができますね。次に出力側ですが、これは右側のアウトプラスとアウトマイナスの部分ですね。こちらに接続すれば OK です。ここで大事なのが、一体出力から何ボルトが出てくるのかということですね。それはこの青い部分ですね。これは可変抵抗なんですけど、これの上の部分に金色のネジがついています。ここを回転させることで自由に出力電圧を変えることができるんですね。調整方法についてちょっと実際にやってみたいと思います。こちら今 USB 電源を用意しました。出力側を電圧計に接続してあります。これで USB コネクタをちょっとつないでみます。このように出力側の電圧は 10.75V になっていますね。買った時の状態は何ボルトになっているのか分かったものではないので、使う前には必ず電圧計で電圧のチェックを行う必要があります。そして電圧の調整にはこちらのような精密なマイナスドライバーを使います。精密ドライバーとは言っても100均で買えるこのようなやつで十分ですね。先ほどの青い可変抵抗の上のネジを回します。このように時計回りに回すと電圧が上がりましたね。逆に反時計回りに回すと電圧が下がります。こちらのネジ、結構な勢いで回さないと電圧が変わっていかないので、結構細かい電圧まで合わせ込むことができますね。12V にぴったり合わせてみました。このように使う前に必ず使いたい電圧に合わせ込んでから使わないと、つなぐ機器が壊れてしまう可能性がありますので、くれぐれも注意してくださいね。あと注意しなければならないポイントとしては、こちらのモジュールの出力の限界を事前に調べておくことですね。こちらのモジュール、スペック上は 2A まで流せると書いてありますが、例えば 5V で 2A とすると、12V に変換した時は何アンペアになるでしょうか。エネルギー保存の法則から電力量は変わりようがありませんので、
5V で 2A ということは 5×2 で 10W ですね。 10W は変わりようがありませんので、ここから逆算すると 12V の時に流せる電流は約 0.83A となります。しかもこれは変換効率 100% の場合で、実際は変換効率 100% はありえませんので、だいたい 80% ぐらいとして 0.8 をかけます。なおかつ素子の発熱を考慮して最大電流の半分ぐらいまでしか流さないとすると、 0.83×0.8×0.5 で約 0.33A となります。このように電圧を上げるとその分流せる電流は減るということと、このモジュールの大きさ的にも流せる電流はそんなに大きくないということを確認しておかなければいけませんね。あともう一つ注意しなければいけないことは、こちらのモジュール、スペック上は 28V まで電圧を上げられるようですが、実際のところ入力電圧が低い場合はそこまで電圧を上げることはできないということです。つまり5から 28V とかそんな極端な上げ方はできないということですね。私のこれまでの経験では 5V 入力の場合 14V ぐらいまでは使える感じですね。ここでかなり簡易的ではありますが、今回の MT3068 モジュールの変換効率について測定してみたいと思います。こちらは LED を接続して実際に電流を流しているときに電流と電圧がどうなっているのかを測定しているものです。 USB 充電器についている青い部品に表されている数字が入力側の電圧と電流ですね。そして奥にある左側の測定器が出力側の電圧、右側が出力側の電流です。入力側の消費電流は 5V×0.56A で約 2.8W になります。それに対して出力側は 9.84V×0.22A で約 2.16W になります。効率を計算すると 2.16÷2.8 で 0.77、 つまり変換効率は 77% ということになりますね。 5V から約 10V に上げているので上げ幅は2倍とそこそこ大きいので効率がやや悪くなっているんだと思います。電圧の上げ幅が小さければもう少し効率が良くなると思います。次に今回の MT3608 モジュールの代表的な使い道についてご紹介したいと思います。もちろん使い道には色々あるとは思うんですが、代表的な使い方の一つがこの LED を光らすことだと思うんですよね。今回は詳しくご紹介しませんが、 LED というのは光らすために必要な電圧 VF というんですけど、こちらの値が比較的厳密に決まっているんですね。 VF が 5V 以下なら比較的簡単なんですが、こちらのようなハイパワー LED や多連装 LED だと VF が 5V より高いことが多くなります。そういった場合にこちらのモジュールを使って最適な電圧に上げることで比較的簡単に LED を光らすことができます。ちなみに今光らせた LED は VF は約 9V なんで、今回のモジュールを使うことで簡単に光らすことができますね。次の使用例は私が使用しているこちらのオシロスコープですね。こちらは 9V で動くので、これもこのモジュールで使うのにぴったりですね。まあオシロスコープに限らないんですが、こちらのような省電力機器ですね。あまり電力は必要ないんですが、必要電圧はそこそこ高いという機器が結構ありますので、こういった用途に使うのに非常に向いていると思います。あと入力側の USB コネクターは使わないんですが、こちらのように入力側に 18650 のリチウムイオン電池を接続して、出力側に 5V、 つまり USB 端子と同じ電圧を出力することもできます。この使い方もかなり一般的ですね。つまりリチウムイオン電池で USB の 5V が使えるということで、これはつまりモバイルバッテリーと一緒ですね。さっきより少し複雑になりましたけど、左側のモジュールは以前私の動画でご紹介した TP4056 モジュールですね。 TP4056 モジュールと MT3608 モジュールを組み合わせることで、こちらのように TP4056 モジュールでリチウムイオン電池を保護しながら MT3608 モジュールで USB 用の 5V を出力することができますね。なお巷にはこちらのような入力側に USB のコネクタが付いてないタイプの MT3608 モジュールも売っていますので、このように使う場合は
こちらのモジュールを使っても問題ないと思います。いかがだったでしょうか。今回の MT3608 モジュールなんですが、使い方はまだまだたくさんあると思います。今後もこちらのモジュールを使った DIY を行うときは、ぜひ動画でご紹介したいと思います。今回のモジュールに限らないんですけど、動画を見た皆さんの中でこういうものは作れないかとか、こういうことで困っているなど、そういったご要望がもしあれば、ぜひコメント欄の方までお願いいたします。可能な限りご協力させていただきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が参考になったよという方は、ぜひ高評価の方をお願いいたします。また私のチャンネルではお得な DIY 情報をご紹介していきたいと思っています。そういったものに興味がある方は、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。今日もお疲れ様でした。それでは皆さん、さようなら。